それではコンビーフ今日は使っていきたいと思います。で、2種類用意してまして、こちらがコーンミート、コーンミートとかな、これでこちらコンビーフで、何の違いかというと、こちらコーンミートは馬肉と牛肉の、ブレンドしたもの、コンビーフは牛肉だけのものだそうです。まず味見していきましょう。今時のコンビーフこうやってね、すごく開けやすいですよ。僕はやっぱ子供の頃はなんかこう変なね、なんかねじ巻きみたいな感じでぐる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 巻いて、ね、あえて取るんですよね。指なんか切っちゃうこともあったと思いますけども、今はもう全然安心です。で、こちらコンビーフ、こちらがコーンミート、コーンミートっていうのかな、コーンミート、コーンミートっていう書いてありますね。どっちでもいいと思った、コーンミートでいいと思います。見た目若干色が違いますね。で、こちらコンビーフ、まあコンビーフだなっていう感じかな。久しぶりに食べましたけど。で、こちらコンミート、で、これがですね、なかなか味わい深いんですよ。なので、今日これを一緒にしましょう。一緒にお料理していきます。で、何を作るかというと、これタルタルステーキ。まあ、もともと馬肉から始まったと言われてますから、まあ、コンミートの馬肉合わせの味わいでもぴったりだと思います。まずはデジョンマスタード、ステーキソースを作りましょう。で、ここに卵黄を落として、油でつないでいくんですけど、もうそのものがマヨネーズですね。で、タバスコ、後味のキレよくします。ソースでも今日中濃しかなかったんですけど、できればウスターソースが、まあ、本来ならばウスターソースですよね。でもいいんです、こういうの。で、混ぜていきまして、で、まあ、ここにまたいろいろなもの、玉ねぎみじん切りしていきましょう。時間のある方はこのみじん切りにした玉ねぎ水にさらすとまたいい味わいになると思います。今日はもうこのままでいきます。だいたいさらすのめんどくさいっていう人多いと思います。それはそれで大丈夫です。で、なくてはならないアイテムがこのケッパ、で、この先ほど作ったタルタルソースにこのケッパーの酢を入れる。そしてケッパーのみじん切り、こちらも合わせていきたいと思います。パセリでもハーブでも、まあその一種で、まあ、タラゴンですけど、たまたまあったんでこれ使いますけど、なんかフレッシュのハーブがあれば、何でもいいと思います。何でもってわけじゃないかもしれないですけど、セルフィーとかディルとか合わせたものでもいいですし、まあフレッシュのイタリアンパセリでもいいと思います。で、2種類のお肉、ケッパー、タラゴン、そして玉ねぎ、もうこれもうこの時点でもうすでに美味しそうですね。コンビーフじゃなかったら、なんかマグロでもサーモンでも、まあこういった流れで料理仕上がると思います。
でこのマスタードソースを合わせていきまして、でここからよく合わせると、これねよく練り上げる感じなのがまた一つポイントだと思います。本来タルタルっていうのは馬肉を、その時代のタタール人ってのはモンゴル人のことだと思うんですけど、馬の蔵の下に肉を敷いて、で砂漠をさまよった間に肉がこうタルタル状になるっていう、そういう料理だそうです。まあ、よくこう練った方がいいんですきっと。で追いけっぱまた酢を入れて、このタルタルステーキに関しては分量が何グラムとかっていうと、なんか、まあそれでもいい、なんか面白くない料理だなと思って、まあその時その時で、あの味わいの変化に調味料合わせていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、ではこんな感じ、もう味も整えましたんでね、あとはもう盛り付けです。セルク真ん中で、その中にコンビーフを詰めていきます。セルクなかったらなかったでいいんですよ。もう野趣あふれる感じでね、ドーンとこうお皿の真ん中に叩きつけるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ではこれ抜いていきましょう。隙間が空いてるとがっかりしますけど、いい感じ。はい、いい感じ。仕上げに少し卵です。で卵黄を使って、まあ、いろいろ、コンビーフユッケとかそういうレシピはあるんですけど、これコンビーフタルタルステーキは僕が見た感じではなかったですね。もうネットで唯一って言っていいレシピになるんじゃないでしょうか。それではもう仕上げに入ります。パセリ、これをパラパラしていくわけですけど、こうやってこそーっと一直線こうやっていきます。どうでしょう、ちょっとおしゃれに仕上がっているのではないでしょうか。で、クラッカーを添えていきます。フランスパン焼いてね、まあそういうのももちろんいいですよね。食パン焼いて、まあ、トーストを並べるでもいいですし。はい、できました。こういう感じです。ほら卵黄がツヤツヤしちゃって、もう食欲そそりますね。と思います。美味しそう。もう自分で拍手しちゃって、でこの卵を割って、ね、食べるんですけど、見てください、これうわね、卵黄割るのは忍びないですけども、やっぱり美味しいですよね、これ。これが美味しいんですよ。なんか友人招いた時のなんかオードブルとかこういうのいいんじゃないですか。あんまり今時みんなでこうつつき合うってのはあんまり良くないのかな。はい、ではまた今度です。
さようなら。